どうも、雑草野球少年、りょうすけです。今日は、球速が上がる方法について紹介していきたいと思います。まあ実際にこれは、あくまでですね、球が速くなる方法なので、コントロールが良くなるとか、変化球が良くなるとかではないですけど、まあ、もちろん自分はコントロールが悪いのでね、なんともこれは言えないんですけど、スピードが上がることっていうこと自体はもういいことだと思うので、実際、速い球を投げたい人ってたくさんいると思うんですよ。でも監督とかコーチにセンスがないからお前はもう速い球投げられないよとかチームメイトに言われることとかあると思うんですよ。断言します、球速はセンスがなくても上がります。いやそんなことないだろうっていう人もいると思うんですよ。まあ実際に球速が急速に上がるっていうことはなかなかないです。自分もなんだかんだ高校時代めちゃくちゃ練習したんですよ。なんかめちゃくちゃ練習すれば155キロ投げれるみたいなイメージでいたんですけど、まあ今も投げられてないんですけど、実際めっちゃ練習しました。でも高校時代10キロも多分上がってないと思うんですよね。でまあ球速上げるのってみんな難しいってめちゃくちゃ考えると思うんですよ。自分もその時めちゃくちゃ思いました、球速上げるの難しいなって。だから皆さんに簡単に球速が上がる方法っていうのを紹介していきたいと思います。まず球速上げるにあたって大切なことが一つあります。それは、できるだけ大きな力をロスなく一直線にボールに伝えるっていうことです。まあ、あまりこれを考えたことがない人っていうのは多いと思うんですよね。まあ、なんか、フォームだとか。それはつまり、それを達成するためにあると思うんですよ。だから、球速を上げるには、大きな力をロスなく一直線にボールに伝えるっていうのがまず大事です。その上で、自分が大事にしてると思っていることは4つあります。まず1つ目から説明していきますね。1つ目はよく見逃しがちな柔軟性です。じゃあこれ見てください。ボン。アルマジロですね。開脚している動画です。180度までは行ってないんですけど、頭はつく状態ではあります。柔軟性ですね。まず1つ目は。なぜ柔軟性が大事かっていうと、自分は高校時代、柔軟せずに筋トレばっかしていました。筋トレ、あとフォームばっかり考えてました。でも実際、体を動かそうとしたら、柔軟をしなくちゃ体って、弓矢あるじゃないですか。弓矢って、全然動かないやつより、めちゃくちゃ引けるやつの方が、よくピョンって出ると思うんですよ。可動域っていうのを大事にしてほしいんですよね。それによって、使えなかったものが使えるようになって初めて投げれるっていうことができてきます。だからみんなしっかりと柔軟していってほしいです。自分が上げる動画がこれからあると思うので、それを見ながら柔軟をしていってください。2つ目は瞬発力です。よくこれ言われるんですけど、高校時代とかよくランニングをしていますよ。ランニングってまあ5割から6割ぐらいでずっと走ってる状態ですよね。でも野球の動作って投げるときに投げた一瞬で力を出さなくちゃいけないんですよ。本当に難しくて、それを鍛えるために瞬発力があるんですよね。でもなんでランニングはそれに向いてないかっていうと、5割っていう、最終的に5割っていう力になっちゃうんですよね。で瞬発力を鍛えれば一瞬で力を発揮できる、つまり瞬間に発揮する力、つまり瞬発力なんですよね。だからこの0から100っていうイメージがよく言われると思うんですけど、これを出すためには瞬発力っていうのを鍛える必要があります。瞬発力を鍛えるっていうのはジャンプ系トレーニングであったりベリシントレーニング、これをしっかりやっていってほしいですね。3つ目は筋力です。イチロー選手とかは筋トレは必要ないってよく言われるんですけど、まあそれはあくまでイチロー選手のプレースタイルに合った筋トレはしないっていうもんだと思うんですよね。イチロー選手は本当に素晴らしい柔軟性、もうしなやかなの見てわかるじゃないですか。そして瞬発力、そして技術力、この3つがかなり備わってて筋力もまたあるんですよね。だから結構プロ野球選手で細い選手っているじゃないですか。ああいう選手は実はウェイトトレーニングを結構してるんですよね。なんでウェイトトレーニング、筋トレをする必要があるんだってもうよく言われるんですけど、これは簡単で、例えばさっき弓矢で
言ったんですけど、柔軟性は引くこの長さ、瞬発力っていうのはこの弓矢の太さ、やっぱり太さある方が力出やすいじゃないですか。そして筋力はこの引く力、これがなかったら結局どんだけいい弓矢であっても遠くには飛ばないと。だからこの筋力っていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。筋肥大トレーニングって筋肉をでかくするっていうトレーニングがあるんですけど、筋力アップトレーニング、これは、自分の力を強くするっていうトレーニングなので、この2つを YouTube で紹介していきたいと思ってるので、また次の動画で見てください。4つ目はみんな大好きフォームです。フォームはね、最終的にはめちゃくちゃ大事ですよね。なんでこれが大事かっていうと、まあ結論的にこの技術がなければ速い球投げられないですよ。技術はめちゃくちゃ大事です。でもめちゃくちゃ大事なんですけど、その技術を整える上で筋力、瞬発力、柔軟性、そして操作性、めちゃくちゃ大事です。だから操作性も自分が今度アップしようと思ってるので、それはまたねお楽しみにしておいてください。フォームはね、まあその3つを結局鍛えてったら、フォームはいかし良くなってくるよっていうイメージですね。フォームで結構変わってくる選手もいるので、だからそのフォームについても自分は解説したいと思ってます。とまあここ瞬発力、柔軟性、筋力、フォーム、4つの項目があるんですけど、瞬発力が低いよとかになったら関係で結局ちっちゃい図になっちゃうんですよね。だからもったいないんで、全部を下から底上げするっていうのが急速アップには一番いいと思います。最後にランニングについてです。ランニングは確かに正しくやれば効果的な方法にはなってきます。でも高校の時ですね、めちゃめちゃ走らされて、なんか監督になんかもうよそとのとか言われたんですけど、なんか痩せて何かあったかって言ったら何もなかったですね。はい。だからある程度の量のランニングをすることによって回復にもいいですし、リズム感を整えることもできます。あと短距離のダッシュだったら、それはめちゃくちゃ急速アップに効果的なものになります。以上が急速アップの方法でした。今回の動画を踏まえて急速アップの練習方法について紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。次回以降ですね、面白い検証や野球あるあるをしっかりやっていきたいと思うので、コメントをどしどしお願いします。ではまた、ゲームセット。